皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。前回リクチルさんのドワッグを紹介した動画がありましたが、その動画に対してやっぱり私が動画で発言していたように引き戸に対応してほしいという声がたくさんありました。リクチルさん、ぜひ引き戸対応をよろしくお願いします。あと停電時や故障時はドアが開かなくなるんじゃないかというコメントもいただいたんですが、停電時や故障した場合は普通のドアに戻るだけであって、鍵が開かないとか閉まらない、扉が開かない閉めれないということはありません。で、今まで使っていた家の鍵ですね、普通のガチャガチャの鍵もドアがついたことにより使えないということもなく、そちらも普通に使えます。で、そのドアのスマートキーも2つ以外にこの黄色い画像のような黄色いリモコンを家族分を購入することもできます。はい、で、車椅子の方以外で家族はどう使えるのかっていうのも今回撮ってみたので、ぜひこちらもご覧ください。はい、今スイッチを押して到着するちょっと前に扉がこんな風に開きます。で、子供2人を抱えているので扉の取っ手を掴むことなく中に入れて、あとはこのままボタンで開けた場合はボタンの閉まるボタンを今押しましたね、を押さないと扉は閉まってきません。次はアシスト機能を使った場合ですが、この場合は子供が1人なので片手が開いていて、こう扉をクイッとちょっと開けると自動であとは開いていきます。で、この後は自分で閉めることなく、ここの時間は調整できますが、ある程度今だと6秒くらいの設定でこんな風に自動的に閉まってきます。こんな感じで私車椅子だけじゃなくて小さな子供を持つ家族の方にもすごく便利に使えるんじゃないかなというふうに思います。そしてドアックがなんとソーシャルプロダクツアワードという住宅設備では初の賞を受賞したそうです。でもこんなふうにいろんな人が使えるもの、いろんな人のためになるようなものが今後もっともっと生まれてくると思いますし、もっともっと生まれてこなきゃいけないような、このなんか世の中の流れというか、そんな感じになんか本当にここ最近もっとぐっと強くなったんじゃないかなというふうに私は感じています。こんな風に、いいものっていうのは本当は世の中にもっともっとたくさん、私もまだまだ知らないものがたくさんあるのかもしれませんが、なかなか世の中に手軽に手の届くものではないのかなというふうにも正直思います。ですが、そういった商品を知ることとか使ってみることっていうのは大切だと思うので、今後も私自身ももっとなんかいろいろ皆様のために、あ、こういうのあったらよかったなとか、こういうの探してたんだよっていうのがお伝えできるようにできたらなというふうに思いますので、なんかもし何かあれば情報をいただけたらというふうに思います。はい、では今日はこんな感じで、この動画がいいな、役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。